キャサリン・ウォーター・ストーンはアメリカ合衆国の女優、ファッションアイコン、インヒアレント・バイスのシャスタ役、ファンタスティック・ビーストシリーズのティナ・ゴールド・スタイン役、エイリアン、コベナントのダニエルズ役などで有名。出生地はロンドンのウェストミンスターにある、チェルシーウェストミンスター病院だが、これは両親が仕事でロンドンに滞在している間に生まれたためである。出生後は、 アメリカ合衆国へ戻り、コネチカット州北西部にある小さな町で育った。父親はアメリカ合衆国の俳優サム・ウォーターストーン。母親は1970年代に雑誌・ボーグのファッションモデルとして活躍したリン・ルイ・ザウッド・ラフ。両親ともに背が高く、ウォーターストーン本人も高校時代にはすでに身長180センチメートルを超えていた。現在も 長身の女優として知られるが、身長の記載には揺らぎがあり、海外では、主として5ヒート11.5インチ、日本などでは180センチメートルとされる。姉のエリザベス・ウォーターストーンは女優及び画家として、弟のグレアム・ウォーターストーンは映画監督として、イボ兄のジェームズ・ウォーターストーンは俳優として、それぞれ活躍している。加えて、近しい親戚に、言語学者、 教師、画家、作家がいることが知られており、学術、芸術家肌の家筋といえる。ウォーターストーンも、幼少期から、父サムと共に撮影現場や、劇場の舞台裏に出入りし、演技の世界に親しみながら育つ一方、俳優の道を選ぶ以前には、陶芸、絵画、写真などにも取り組み、特に10代の頃は、写真家を目指す気持ちも強かったという。1998年、 アメリカ合衆国コネチカット州にある寄宿制の有名神学校ルーミス・チャフィースクールを卒業。その後、ニューヨーク大学芸術学部ドラマ学科で演技を専攻し、2002年に学士を取得した。大学卒業後は6ヶ月にわたりロンドンの王立演劇学校で学び、さらにニューヨークのステラードラー演劇学校の卒業者名簿にも名前がある。2014年。 インヒアレント・バイスのキャスティングディレクターは演技に関する専門的な知識を有し多くの経験を積んでいることからウォーターストーンを演劇の専門家と称している。2000年代前半には複数のテレビドラマテレビ映画へ出演していた。本人のインタビューによるとプロとしての最初の仕事は NBC のテレビドラマデッドラインシリーズあるいはバーリントンコートファクトリーのコマーシャルへの 出演だったという。2006年、大学時代の友人ブライス・ダラス・ハワードによるショートフィルムオーキッズに出演し、映画デビューを果たした。同作品は、グラマー氏による短編映画プロジェクトリール・モーメントシリーズとして、2007年のパームスプリングス国際短編映画祭で上映された。2007年8月、第64回ベネツィア国際映画祭で、 公開されたフィクサーで長編映画デビュー。同2007年9月の第32回トロント国際映画祭で公開された援助交際ハイスクールでは主役を演じている。その後もインディーズ作品やショートフィルムを中心に多数の作品へ出演を続け、2014年にインヒアレントバイスでシャスタ・フェイ・ヘップワース役を演じてブレイク。助演女優として 複数の賞にノミネートされ、一躍有名となるが、キャリア開始から長い時間を経ていたため、本人は、この飛躍がなければ、俳優としての生き方を断念する心づもりもあったと、話している。近年は、2016年からの、ファンタスティックビーストシリーズや2017年の、エイリアン、コベナントなど、世界規模のフランチャイズ作品に続けて参加する一方、2018年の、 ミッド 90S や、夫の秘密、ポイズン、あるスキャンダルの秘密などのインディーズ映画にも複数出演している。2000年代初期からの下積み時代を経て、2007年にニューヨークにあるフリーシアターの舞台、ロサンゼルスで主演デビュー。同作品の監督アダムラップは、2006年のオーキッズを見て、ウォーターストーンを抜擢したという。2010年のコメディ作品、 バチェロレッテ、2011から2012年のザ・チェリー・オーチャードのリバイバル上演など、複数のオフ・ブロードウェイ作品に出演するとともに、演劇関係のワークショップやイベントにも名前が見られる。2007年、ニューヨークにある劇場あるスノバで開催された講演会において、ザ・ヤソ・イヤーの読み手を担当した。また、ラファムズク・オータリー氏が主催するリーディング講演会に、 パフォーマーとして複数回参加し、2013年には世界的な文学祭であるペンワールドボイスフェスティバル中の企画で JN エアの朗読を担当した。このほか、オーディオブックのナレーターやビデオゲームの CV にも取り組んでいる。2009年、ブルーミングデールズによるファッションイベントガールズナイトアウトにモデル倹約者として出演。また、2010年から2014年頃まで、 大学時代の友人であるダフネ・ジャビッチによるランジェリーブランド10の広告モデルを務めていた。近年ではスコット・スタンバーグが設立したオリジナルブランドインタイアワールドのサポーターとして2018年6月から8月にかけて公開された複数の広告動画に出演した。ありがとうございます。